スの外からちらっと見たんですけど、あ、可愛いな、お家にいたら楽しいやろなっていうのは最初あって、10年ほど前まではね、猫2匹いたんですよ。私がメゾン君見た瞬間に前のオス猫を思い出して、もう一目惚れですねドキドキですね。なんか新しく子供来るみたいな、そういうイメージだったというか、まあ、娘が今一人で結構留守番したりもするので、何か買ってあげたいなっていう気持ちも出てきてたんですね。先住猫との関係がやっぱ一番重要だと思っていて、猫を喜ぶと尻尾がこうピンって立つんですけど、なんかその状態でこのルナの方にこう歩み寄っていって、匿名とかにもならなかったので、うまくやっていけるんじゃないかなと思って、そのまま続けていこうと思った理由ですね。私の顔見てニャーって言ってくれたりすると、あ、少し慣れてきてくれたんかな、私のこと分かってきてくれたんかなっていうのは思って嬉しかったですね。それは来た瞬間、瞬間も家族みたいな一緒に住もうかなと思ってましたけどね。やっぱり生き物を迎えるって命を預かるってことだと思うんですよね、まあ、基本的には飼うっていうつもりでトライアルをやってきてるので、まあ、そこら辺が売れなかったのが多分大きかったと思いますね。すごい良くしてもらったなっていう感じですね。もうほとんど貸し出ししてくれはったんで、だからまあ特にトライアルだからといって抵抗感もなかったですしね。ですごい親切な、いろいろとしてくれはったんで、そこはまあ逆に感謝してる感じですけどね。今回だけじゃなくて、まださらに先続けていっていただきたいなと思いますし、その殺処分する猫がもうこの世の中にもまだたくさんあるので、そういう猫が一匹でも少なく、保護された猫がそれぞれの幸せな家庭で幸せに天井を全うできるような環境づくりっていうのが、もっともっと日本の中全体で進んでいったらいいなと思いますね。